東日本大震災から12年を迎えるのを前に、愛知県豊橋市の三河港で津波避難訓練です。訓練には三河港にある事業所で働くおよそ100人が参加。南海トラフ巨大地震で津波が発生した想定で始まり、参加した人たちはルートを確認しながら津波避難ビルの屋上に避難しました。年に一遍あるんですけど、とても有意義に常々そういった危機感っていうのは持ってなきゃいけないと思うんで、こういう機会都度来るたびに、こういうことを思い出せるっていうのは非常にいいことかなというふうには思います。三河港の周辺には南海トラフ巨大地震で最大 2.9 メートルの高さの津波が想定されています。